施設前景国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成園内赤木クローネンベルクは群馬県前橋市の赤木山南録にかつて存在したドイツの田舎の街並みを再現したテーマパーク通称ドイツ村2017年11月30日をもって閉園1994年開園した元々は 前橋刑務所赤木農場跡であった。園内に設けられた動物触れ合い広場では動物と直接触れることができた。また自家製のソーセージやチビールなどを食べることができる施設も設けられており特色ある施設として人気を集めた。2008年の入園者は約19万人だった。赤木高原開発が運営した。 クローネンベルクとは、王家の丘という意味の架空の街の名前とされている。園内には乗馬コースやアーチェリー場、カート場、パターゴルフ場などが設置され、1日一組限定で結婚式の開催も受け付けていた。親会社である株式会社ファームが経営破綻した影響で、2016年5月30日、赤木高原開発も東京地方裁判所へ、 民事再生法の適用を申請した。その後、福岡市の人材派遣会社、ワールドホールディングスの支援を受けて、業務改善を目指したが、客足の伸び悩みもあり、2017年11月末で閉園した。跡地は、養豚業の林牧場が取得する予定。林牧場は、紀リ市新里町にある、本社事務機能は跡地に移転するほか、 社員の研修施設として活用する計画となっている。群馬県前橋市苗ヶ島町2331など、ありがとうございます。